エペジー3マツモカは、騎士植物のトガの一つであり、沈水性の水草であるマツモ族のみを含む。マツモ族には、マツモなど6種ほどが知られ、世界中に広く分布している。また、マツモカのみで、マツモメを構成する。マツモ族は根をかき、水中を漂うか特殊化した枝で皆底に、固着している。茎には一数回に差分騎士派遣に巨子を持つ葉が、隣成しており、 節には小さな丹生花がつく。果実は痩せ果てであり、普通棘を持つ。いくつかの種はアクアリウムでの観賞用に栽培されることがある。化石記録が豊富であり、最古のものは白秋前期に遡る。皮脂植物の初期分岐群の一つであり、最初期の分子系統学的研究からは、原生皮脂植物の中で最初に他と分かれたグループであることが示唆されていた。 2020年現在では、新生草子葉類の姉妹群であるとする仮説が広く、受け入れられている。沈水性の水生植物であるが根を描き、水中を浮遊しているが、特殊化した枝で水底に固着していることもある。イカンタバは、茎の中央に一本あり、対価的で、銅管や仮銅管を描く。イカンタバの周囲には通気組織があり、またデンプンを含む細胞からなる組織に囲まれる。 葉は、卓葉を描き、一回から数回に差分岐し、葉園に、棘状の巨子がある。葉は、気候や口倶楽草を描く。節には30枚の葉が臨生しているが、節には、普通1個の芽しか形成されない。植物体は気候を描く。タンニンやデルフィニジンを含み、アルカロイドを描く。植物体の分断による栄養繁殖が普通に見られる。1A ケラトファイラムサブマーシム1ビット。ケラトファイラムサブマーシムの苦境断面。中央のイカンタバは空気感激及びデンプン粒を含む細胞に囲まれている。ワンシーマツも10枚の葉が臨生しており、角葉は2階に差分岐。葉園に棘状巨子がある 2, マ2。マツも2、お花3、おしべ4、目花5、果実 3? マツのお花花は単性であり、死有同種。 花は普通説に一個つくが、脇性ではなく、葉と互生してつく。花は多数の法要で囲まれ、法要同士は時に、基部で合着している。ただしこの法要は、可否変と解釈されることもある。尾花は三個から多数のおしべを持つ。ただしこの尾花は、一個のおしべのみからなる尾花が複数集まった、果女であるとする考えもある。おしべの役は外交。 花糸はあまり分化しておらず、約角の先端は2箇所突出する。時に中央にカリオシベがある。タペート組織はアメーバ型。花粉はムアナ粒、液芯をかき、花粉管は分子する。バ花はメシベを1個持ち、脂肪上位。心側は1個、農場。花柱は細長く突出している。調整バラザに1個の自家製廃種がつき、主皮は1枚、厚そう玉心。 排の発生は縦型。種子は無胚乳。花粉は水中を浮遊し、雌花に達する。果実は、痩せか、宿存状の果中に由来する棘に加えて、数本から多数の棘を持つものが多い。時に、外種皮を描く。肺はよく分化しているが、陽根を描く。使用は2枚、地上性。基本染色体数は、おそらく、X イコール12。 果実の散布は水流による他に、水鳥などによる長距離散布が想定されている。4. 水中に生育する、松も南北アメリカ、アフリカ、ユーラシア、東南アジア、オーストラリアなど、世界中に分布し、故障や流れの緩い水路、河川など淡水域の水中に生育する。反茂して、水路を塞ぐこともある。松モ類は、水中で群落を形成し、稚魚などに、 重要な生育環境を提供している。また、松茂類の葉や果実は水鳥の食料となることがある。松茂族は得意な葉や花を持ち、古くから独立の松茂科に分類されていた。水生植物であることや、形態的特徴から、水蓮科に近縁であると考えられ、共に、金宝ゲメや水蓮目に分類されていた。しかし最も初期に行われた、 皮脂植物の分子系統学的研究からは、原生皮脂植物の中で、松茂類が最も初期に分岐したことが示唆された。ただしこのような系統的位置が高い信頼度で、示されたわけではなく、その後の分子系統学的研究からは、単子葉類の姉妹群、染料化の姉妹群、ANA を除く、皮脂植物の姉妹群、などの様々な結果が示されている。 2020年現在では、松茂類が新生創始王類の姉妹群であるとする仮説が最も広く受け入れられているが、必ずしも確定的なわけではない。化石記録が比較的豊富であり、松茂化に関連すると思われる最古のものは、白亜紀アップ時に遡る。松茂木には、現生種として一族六種ほどしか知られていないが、かつては現在より、 はるかに多様性が高かったことが示唆されている。また、ポルトガルの1億2500万年前の地層から、報告されているマンゼクビーエビーダリーは、マツモ族に似るが、ニコの心側、規定原座などの違いがあり、モント赤ア赤に分類されている。マツモ族の種は互いによく似ているとともに、環境条件などによる、形態的変異が大きいため、その分類は難しい。 そのため大きく異なる分類体系がいくつか提唱されている。ウィルマート・ディアーは、マツモ族をマツモと C サブマーシムの2種に分けることを提唱した。一方、レは、ウィルマート・ディアーがまとめたマツモを2種、C サブマーシムを4種に分けることを提唱した。サランタイエトールによる分子系統学的研究からは、後者がおおよそ支持されている。下には、サランタイエトールによる 分類体系を示す。ありがとうございます。